はい、今回はですね、ユリが横浜本牧インドアゴルフ練習場に来てですね、練習してますと。まず今年のプロテストをしっかりとね、力強く合格をしてツアーに出るために今一生懸命練習してますよという経過報告ですねをしたいと思います。まあまあもちろん去年の年末来てくれて、まあ、今後の問題点っていうのは一回テーブルの上に乗っけて話しましょうって言って12月に話をして、でその時もギアーズだったりスインカタリストを使ってこういうところまだ伸びしろあるよねっていうのをちゃんと洗い出してですね、今日を迎えてるわけですけど、ユリどうですか、その後こう練習して、あんま練習してないのか、トレーニング頑張ってます。トレーニング頑張ってます。はい、うん、今ちょうどオフの時期なんですけど、この時期は結構トレーニングをね、皆さんメインでやっていて、あんまりラウンド数とかね、スコアを重視したゴルフっていうのをやってないんですけど、とはいえですよ、スイングの修正っていうのはそこそこ時間がかかって、まずその動きに慣れるというのもとても大事と。で前回の振り返りをするとですね、ちょっとじゃあ一緒にギアーズを見ましょうか、はい、これが12月の、まあ、来てすぐのユリのスイングです。でもちろんね、ほとんどの項目はいいんですよ。で細かく一個一個見せません、まあ、ほとんどのところは素晴らしいから。で一応この中で僕が問題視したところっていうのはここですというところを言うと、上がったところ、まあ、それほど大きな問題じゃないんですよ。こんな細かいところと思うかもしれませんけど、バックスイングを上げた時にこの胸郭の中心点が骨盤の中心点より、まあ、右にありますと。でそこがグワッと踏み込んだ時に胸郭の中心点が骨盤の中心点に追いついて戻るというのが、まだその動きの量というのが小さい。一番ベストを言えばですよ、この胸部と骨盤は、まあ、同じようなポジションを取っていて、そこから上半身が先行して、ね、踏み込んだ時に上半身がこういうことですね、上半身が踏み込む、でそしてですね、左腕が地面と平行になった後にこう入れ替わるという動作っていうのが、一番最終的な地面反力もちゃんと使えるし、体全体でスイングできると。でこういう細かい点っていうのをもっとこう効率的にやりたいよねっていうことで、この辺りをですね、しっかり調整してます。で実際今日来て今ももちろん練習してたんですけど、結構いい感じだよね慣れてきた、はい、はいはい、ということでですね、もう一回ギアーズ取ったりカタリストのデータ見たりしながら、まあ、現在どうかっていうところを見ていただければなと思います。じゃあやりましょう、はい、ではティーポーズ、はい、入りました、はい、はいはい、では行きましょう。はい、オッケー。じゃあ見てみようかな。おお、すごい。いや、今何がすごいかって、今ね、着目した点だけをまず見てみれば、トップオブスイングに入った時にどうですか、この胸と骨盤のポイントがちょうど一致していると。でユリの中ではこれは上半身から突っ込んでいくようなイメージっていう感じなのかな。こんな感じです、イメージ的には。そうだよね、はい、ちょっと側屈動作、サイドベンド量が上がって、はい、頭から突っ込んでいくみたいな感じで、実際に起こっていることっていうのは骨盤の中心点と胸郭の中心点が一致していると。でそこから踏み込んだ時に胸が先行して一度それが追い抜く、これもいいですね。でここから実はさっき取り組んでたんですけど、これ今左足にしっかりと踏み込まれてるんですけど、ここからは今度左膝が伸展して距離を取るという作業ですね。そうすることによってトルクの力だったり縦方向に出るバーティカルの力というのが最大値を取ることができると。グッとここでね伸びること、こうやってしっかりと伸展して空間を取る、うん、すごくバランスがいい。でもともとため感であるとかそういう動きがうまいユリにとってですね、まあ、ここはかなり今修正されていて、去年の年末と比べるとさらに体全体でクラブをコントロールしているという状態になっているということです。今度はカタリストでね、はい、経過報告なんでこれちょっと細かく言うとまた大変なんで、それでは行ってみましょうか。どう、イメージは良かった？普通です。普通です。一応イメージはできた？もうちょっとイメージはしたけど、うん、ちょっと遅かったかな。ちょっと遅かった。あ、でもこの辺のタイミングはとても重要なのでもう一回やってみましょう。
どうだった？もうさっきと一緒ぐらいです。さっきと一緒ぐらい、はい、まあ今やってることってこう上げていって、最初の切り返し時点で前半上半身が先行して、まあ、強く踏むっていうことですね。でその強く踏んだ力を利用してですね、今度は足を伸展させてこう飛ぶぐらいしっかり離れて空間を取ると。非常に力強いスイングを作るために、手先だけではなくて体全体で効率的にスイングできるというのを目指して今やってますと。じゃあちょっと見てみましょう。これ随分変わりましたよね。結構ゆりからふわっとよく連絡があるのは、球を上げたいんですっていうね、この間も球止めたいんですけどどうしたらいいんですかみたいな、すごくふわっとしたね。それ原理が知りたくてあまりにも普通の話すぎて、基本的にはダイナミックロフトがウェムクかシャローに当たるかしかないよねという話をしてて、で当然フェード打てば球止まるよねっていう話しかないじゃないですか、はい、基本ドローだったら当然球低くなりやすいしということなんですけど、で今日やってるこの辺のテーマは実は球を上げる効果があります。で今最初のこの前半部っていうのは突っ込んでる動きなので、これはダウンブロー系の踏み込みのモーションですよね。でここから離れていくっていうこと、この作業が入射角をシャローだったりアッパー方向に持ってくる力ということになるので、そのタイミングによって入射角というのが変化します。突っ込む時間が長ければめちゃくちゃ低い球になるし、今度足を上げるタイミングが強烈に速ければ勝手に球は上がっちゃうということです。で今その練習をしてます。で見てみましょうか。いいですね。はい、今このアドレス時ほぼ五分五分からバックスイングの初期に約8割体重が右に入っていきます。そこからバンと切り返した時に 75-6% ほぼ対照的にですね、踏み込みが行われて足が進展することで体重がこう右方向に残っているという状態で、さっきまでねここの足が伸びる動作がなかったんで体重が右に戻るっていう動きはなかったんですよ。でそれが今足が伸びていくことによって左足に荷重されたものが抜けて抜重されて右方向の体重が残るという動きに変化しています。でやってみると実際どうですか？空間が取れてる感じがするでしょ、はいはい、ね、シンプルにこれをやらない時に比べると抜けがいいっていう。抜けがいいですだよね。その前まで刺さってたんだよね、はい、刺さりがちです刺さりがちです、はい、そうなんです。この辺は入射角ととても関係していて、どのタイミングで踏んでどのタイミングで足が伸びるのかによって入射角だったり球の上がる上がらないっていうところにも影響してくると。抜けがいいっていうことは刺さってないわけですから球の上がりが出てる可能性が高いということが言えます。はい、いい、なかなかいいよね。この段階でホリゾンタルピークすごいいいですよね。前のトップオブスイングよりも今この体勢って左にちゃんと圧をかけるよっていうことが分かるじゃないですか。体勢的に今まで胸部がちょっと右にあったんでもうちょっと横回転だったんですけど、これは左下方向にちゃんと踏み込んでいくよという体勢作りができています。そして踏んだ後にこの辺がトルクピークということになります。この辺もポジションとしてはいいですね。そして最後バーティカル縦のピークこの辺ですかね。はい、ちょっとこっちとこっちの画像のズレがありますけど、まあ、非常にいいポジションでバーティカルピークを迎えているということが言えます。インパクトの時にはここからしっかりと空間を取ってきているので当たった後のこういう距離抜け感があるわけです。だから1回ゴルフスイングはこう上がってきて踏み込んでるんでこうちょっと近くなってるわけです。ただ近いまま当たってしまうと当然ながら空間が狭いんで詰まったとか刺さったみたいな感覚になるんですけど、そこから空間を取ることで抜け感、球の上がりとかっていうものが出てくるということですね。ユリにとってこの動きってあんまり得意な動きじゃないはずだよね、はい、今までもっと動き量を減らして打ってるんで、ただ飛距離も欲しいと、ね、はい、さらなる自分の進化がやっていきたいっていうことでもう一段今までよりもですね難度の高い演目を選んでやってるっていう感じですかね。これが体全体でしっかり打つという方法ですと。今こう打っててどうですか？違和感はまだ慣れてないから、うん、まだ違和感自体はあるんですけど、うん、抜けはすごくいいので慣れとか慣れだよね、はい、で当たった時の飛距離っていうのも数字上もまあまあ出てるでしょ。はい、そうだよね。まず基本スイング改造する目的って精度か飛距離かしかないわけじゃないですか。
だから今このスイング修正の目的っていうのは飛距離アップであったり球が自然に上がるというところだったりっていう、まあ、具体的な目標があってこういうスイング修正を行っています。まあでもね、少なくともまた今年のテストがある中で自分の成長感を感じてやることはとても大事だから、いい進化だと思います。でまだあんまりこのオフの時期でね、練習量たくさん積んでないので、これからウェッジだったり全部だね、ドライバーに至るまでこういう動きを利用してナイスショットが打てるようにしてプロテストに臨んでいけたらなというふうに思っておりますゆりにもっと喋ってもらってよって思うと思うんですけど何かありますか？ありがとうございます、まあ、経過報告です。皆さん今年も応援よろしくお願いします。お願いします。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。